どうも、さっきのマミさんスレの続きなんですけど、読んでいきたいと思います。It could be something worse like drug or vice. それは何かになる可能性がある。何かになることができる。Something、worse 悪化する何かになる可能性がある。なんなんみたいに drug or vice。これはまあ、ここが形容詞句で、something を修飾してますけど、まあ、この形容詞句がまあ、一語じゃなくて、もう前置詞含んだくそ、ちょっと長めなんで、本来まあ、一語であれば、その名詞の前から修飾するわけですけど、まあ、今回は長いんで、後ろから修飾しているということで、まあ、文型は SVC ですね。まあ、ドラッグはまあ、薬物で、バイスは、なんか犯罪？バイスシティの、バイスシティの、なんか、あれですね。悪、非行、堕落とか、性的不道徳行為、売春、欠陥、邪悪、悪徳、悪癖。まあ、みたいな感じで、悪化する可能性があります。それは。まあ、それはっていうのは、まあ、この人がね、なんか、まあ、前スレじゃない。前の動画でも言ったんですけど、まあ、7年間もマミさんのことを愛して、なんかその中毒症状になってしまったんだけど、まあ、どうすればいいですかみたいな。どうやって治せばいいですかみたいな。まあ、ほど言ってたんですけどね。だからまあ、その中毒症状は悪化する可能性がありますっていうことを言ってますね。そして、You would not want her out of your life, would you? あなたは、意思がない。欲しがる意思がない彼女を、SVO ですね。で、out of your life っていう、まあこのなんか、out っていうのがこの want と、want にかかる、なんか駆動詞っていうか、副詞なのか、こっちの of your life の前置詞にかかる副詞なのかっていうのはちょっとわからないですけど、まあこういう時はですね、とりあえずその、これがわからないっていうのをとりあえず確定させることが重要ですね。あとちなみにアウトって形容詞もあったような。つまり周りのですね、このまず品詞がを複数持つ場合、これなんかルクーグル先生は副詞って言ってますけど、他にもね、アウトはね、まあ余裕で前置詞はあるんですけど、まず副詞と、それからですね、前置詞、それから形容詞、さらに名詞の意味もあって、しかもなんか動詞もあるという、もう何でもあれみたいな。まあ要するにですね、こういう複数の品詞の用法を持つ言葉の、まず品詞を確定させないともう始まらないわけですね。まあこういう周りにある her とかはもう名詞で確定してて、want も動詞ですよね。もう助動詞の後ろに来て原型なんで。オブライ、オブも、まあ、これもね、オブの前置詞の後ろに名詞が来れば、まあ、それはもう前置詞ということで確定ですから、ただし、これは前置詞として見ることはできないですね。後ろにあるのが、後ろに前置詞があるんで、とりあえず前置詞ではないとしたら、まあ、後ろに名詞が来ないと前置詞とは言えないので。というわけで、これは副詞か形容詞、かもしくは一応動詞用法、名詞用法もあるんですけど、それはちょっと考えにくい。動詞は少なくともないだろうって。SVOC ですか？彼女は外に出る。しかも交互でしょ？動詞は。追い出す。追い出す。彼女が追い出す。追い出す彼女を、追い出すあなたの人生から追い出す、あなたの人生から、あなたの人生から追い出すだったら from になると思うんで、おそらく違いますね。動詞ではないですね。動詞だとまあ SVOC になりますけど、目的確保の。まあ、動詞ではない。おそらくね、これ形容詞だと思うんですよね。なんでかっていうと、これ、実はね、前にwant outでググったんですけど、駆動詞がないか。
なんなんはやめたい、放り出したいっていうことなんですけど、このね、間に入る言葉がね、to 不定詞なんですよ。to 不定詞。名詞じゃないんですよね。これは愛とか、称号吐血。I want to speak。これはなんか、on と out がなんか逆さまになってる。まあ一応、これやめたい、放り出したいっていう句動詞なんですけど、間に入るのが to 不定詞じゃなくて ha なんで多分違うんですよね。しかもね、やめたい、放り出したいって何を、彼女をやめたい、彼女を放り出したい、あなたの人生から、あなたの人生から彼女を追い出すのにオブって使いますかね。あなたの人生の彼女、まあそれでも一応意味は通るか。あなたの人生から彼女を追い出す意思はあなたにはない、そうでしょう、まあ、確かにこれでもいいかもね、いいかもね。ただ微妙なんですよね、本当にそんな用法があるのかって。まあ確かにこれかもしれないですね。まあ一応調べてみますか。ね、前にも調べたんですけどね、want プラス、目的語 ha プラス out の、あれ前置詞、自動詞ではない他動詞、あこれだこれ、目的語プラス前置詞なんだけど、その前置詞がね to of chill until しかないんですよね。だから out がないんですよ。しかもなんか用法もなんか微妙だしみたいな。だからあれだと思ったんですよね、形容詞なんじゃないかなと思ったんですけど、最初後ろからまあでも後ろから就職するにしては一語しかないしっていうところで、まあ駆動詞、まあ駆動詞かもしくは形容詞、形容詞の場合はまあ外にいる彼女みたいな感じですね。あなたの人生の外にいる彼女、こっちの方がね、なんかそのオブが、オブの意味がしっくりくるんですよ。いや、だって彼女を、なんか、あなたの人生から追い出したい。追い出したくはないでしょ。追い出したくはない、そうでしょ。やっぱね、フロムが来るんじゃないかなと思う。その、追い出すというのはどこから追い出すのかって言ったら、その、なんか、始まり、その動作の起点となることを表すんだったら from だと思うんですけどね。of でもいいんですかね、ちょっとわかんないですよ。ちなみに Google 先生はなんつってる、あなたは彼女をあなたの人生から去らせたくない、あー追い出したくはない、あやっぱ want out で、もしかしたらこれでいいのかもしれないですね。まあ、どっちにしろそんなに意味は変わらないんだけど、あなたの人生の外にいる彼女を求めてる意思はない。でもまあそこまでなんかちょっと回りくどい言い方ですけどね、あなたの人生の外にいる彼女と中にいる彼女だったら、外にいる彼女をあなたは、求める意思はない、そうでしょうみたいな。外にいるっていうことは要するにそのまあ要するにマミさん中毒が治ったみたいなことで、まあ要するにその悪化する可能性はあるけど、ドラッグとかなんかそんなみたいに、でもそれでも彼女をなんか外に放り投げる気は、あなたの人生から外に追い出すつもりはないんだろうみたいな、そういうことだと思いますけどね。いやー、やっぱ7年の重みがありますよね。What kind of music do you think Mami-san listened to while cleaning her apartment? 何の種類の音楽あなたは考える、 Mami-san がリスン聞いている、聴いている kind of music か、 to kind、 これが先行してますね。何の to what kind of music、